韓国代表は3月21日、北中米ワールドカップ W 杯アジア二次予選第3節でタイ代表と対戦し、1対1で引き分けた。FIFA ランキング22位の韓国からすれば、同101位の隠下タイに勝ち点2を取りこぼす結果となった中、韓国の総合ニュースサイト、ニューシスは次回の FIFA ランクでアジア4位に転落する危機だと懸念している。 昨年11月の W 杯アジア2次予選で2連勝を飾った韓国は、3月21日の第3節でタイと対戦、前半42分に FW ソン・フンミンのゴールで先制したが、後半16分にタイ・ MF スファナット・ムエ・アンタに同点弾を決められ、1対1のドローに終わった。韓国の総合ニュースサイト、ニューシスは、タイと引き分けた韓国、FIFA ランクでアジア4位に墜落の危機。 と見出しを打ってて取り上げている2月15日発表の FIFA ランクは18位日本、20位イラン、22位韓国、23位オーストラリアの順。しかし、韓国は対戦の引き分けで1566.21ポイントから7.47ポイントマイナスの1558.74ポイントで24位になる見込み。一方 レバノンに2対0で勝利したオーストラリアは1554.82ポイントから4.62ポイント加点の1559.44ポイントで23くらいキープとなり、韓国を上回ることになる。記事では、アジア4位に転落すると、最終予選で日本、イラン、オーストラリアのうち1チームと必ず対戦すると懸念。3月26日の敵地対戦の勝利がより重要だ。 これを逃せばアジア4位になる可能性が非常に高くなると指摘していた。次回の FIFA ランク発表は4月4日に予定されている。